家具などを販売するホームセンターのナフコが災害時など幅広い分野で連携を取ることで地域の活性化につなげようと県と包括連携協定を結びました。災害時、これまでナフコが培ってきたノウハウを生かして助言や物資の提供などに取り組んでいく予定だということです。災害防止ということに全力を挙げながらも、その周辺の佐賀県様の独自のいろんな施策を推進されておられますので、そこにできる限り協力していきたい。ナフコが都道府県と連携協定を結ぶのは佐賀県が初めてだということです。